シジミは日本の役者、女優。2008年から映画、舞台を中心に活動。フリーで活動している。身長 157cm。スリーサイズ B83cm、W60cm、H88cm。シューズ S23cm。ジジミと名を間違えて表記されることがあるが、シジミが正しい。 島根県出身。2008年、故郷の名産品であるしじみと命名し役者として、映画や、V シネマに出演するようになる。同年に主演した、歌方の日々が2010年の第22回ピンク、大賞、作品ベスト10第1位を受賞。梅田日活で、本人ゲストの特集上映が行われた。AV 女優たちへのインタビューをもとに作られた。 ノンフィクション本を元に作られた名前のない女たちが2010年映画化された際宣伝アドバイザーを務めた2011年に主演した映画終わってるでは漫画家の小林義則がしじみさんの演技は抑えて乾いた表現が見事だったと評価したその後一旦芸能界を引退し故郷である島根県に戻ったものの2016年1月に芸能活動を再開した 2017年9月7日より AV メーカーアタッカーズの作品に共演女優として出演している。ありがとうございます。